一般に科学史というと、科学者個人の電気的研究や、新しい理論の発見の歴史と捉えられがちであるが、研究の実際では、その時代の文化や政治、社会との関連も考察される。学説の内容に対象を絞った研究もある。その範囲は講義に言えば、自然科学にとどまらず、人文科学や社会科学も含んでいる。また、科学史やが、 自分の背景や過去の専門領域と重なるような領域を特に大きく扱う傾向も見られる。例えば物理学または科学を専門としていた科学史研究者が物理学や科学に言及する割合は比較的多く認められる。学問についての歴史研究はその学問の研究対象自体に関する知識も必要とし問題観には言及しにくい面もあるし 研究者の極めて個人的な関心で重みづけがされてしまう面があることも否めない。なお、自然科学史は技術史とも深く関わっているため、この角度からは科学、技術史という名称でくくることもある。科学史が学問として成立したのは、比較的遅くアメリカ合衆国で科学史、専門論文 CISIS が発刊された1912年。 ゴロが、その成立と考えられる。これ以前にも、天文学史や、医学史などはこれより先に研究が進んでいたが、科学全体を体系化して、学問の対象とすることが行われ始めたのは、ほぼこの時代と考えられる。初期の研究で、比較的重要なものには、フリードリヒ・ダンネマンの、大自然科学史がある。1930年代には、 国際会議などが開催されたこともあり、科学史の研究が大きく進められた。ジョージ・サートンの科学史とシン・ヒューマニズムやロバート・キング・マートンの17世紀イングランドにおける科学、技術、社会、ボリス・ゲッセンのニュートン・力学の形成、ジョン・デスモンド・バナールの科学の社会的機能などは、この時期に表された科学史研究の代表的著作であると言える。 戦後、ハーバート・バター・フィールドなどにより、科学革命などの定義が行われ、研究も活発になった。1960年代以降は、原子爆弾など、科学がもたらしたものの是非に対する議論が盛んに行われるようになり、これらの議論にも科学史は必要不可欠なものとなった。このような科学の是非に対する議論を、科学論という。日本における、科学史やは、 科学論も研究していることが多く、数学史に関しては非常に早くから研究が行われてきた。また、唯物論研究会では1930年代に科学史や科学論についての議論が行われていた。しかし、科学全般を扱う科学史が学問としての成立を見るのは日本科学史学会が発足し、論文史。 科学史研究の観光が始まった1941年頃と見て良いと思われる。それまでは科学史を体系的に研究する機関は存在しなかったが、戦後、東京大学教養学部が科学史を扱うようになった。この後、複数の大学で先行コースが作られている。ただし、科学史屋の研究地盤は脆弱であり、一人の研究者がある大学を去ると、 その後、その大学での研究が滞ることが多い。また、科学史のみを専門に研究する研究機関も存在しない。日本における科学史へのアプローチは二通りに大別でき、自然科学の基礎理論の一分野として研究される場合と、科学を哲学的に検証するために研究される場合がある。数理科学教育において科学史を踏まえた、 授業実践の報告が数多くなされているほか、自然科学系の講義は、重要項目を順に配置した一つの講義の調スそのものがある分野の科学史の目次であると言えなくもないこと。エピソードとして時間が許せば可能な限り科学史を紹介することは受講者にとって理解の一助となり、有意義であるかもしれないということ。政治経済がグローバル化した今日、 科学史から派生したような環境や科学リテラシーが以前に増して世界全体の問題になったことから科学史と密接な関係があると指摘される。旧来の科学史の研究においては試作や伝文などをもとにしたあやふやな手法が導入される傾向があり、また道徳の次元で物事を論じ、綺麗ごとに近い神話を形成する現響となったという批判がある。 このようにして形成された、成人科学者的な科学者は、道徳教育においては役立った側面があるものの、科学者になるための示唆は、ほとんどないと考えられている。このような、成人科学者的な科学者像や、過度に綺麗自化された科学的方法論は、特に、ハロルド・ガー・フィンケル・ブルーノ・ラトゥール以降による、社会学的手法の導入以降、抜本的に、見直されてきている。 金本性は科学史の意義について歴史的な事例が信頼性の高い発見のハウツーを提供できるわけではなく保育士官を克服することによって学問分野として独立してきた経緯がある以上科学史に科学の英雄の検証は難しいと述べ科学史の研究及び教育が持っている価値は 過去からの連続性に注目しながら、現在の科学、技術の姿を理解すること、そして過去との相違に焦点を当てることによって、現在の科学、技術の形を相対化することにあると述べている。人間が自然を認識して、その原理や法則性について科学的に考察するようになった、その起源を明確に定めることは難しい。しかし、 370万年前にはタンザニアでは足跡が残っており、すでに二足歩行を人間の祖先が始めていたことを示している。230万年前にはすでに石器を用い始め、さらに50万年前には火を使い、10万年前には人工的に火を起こすことができるようになっていた。このように道具を工夫していく過程で人間の 知知的的能能力はは飛躍にに向上しし3万年前には絵画をを描くほどの知能を獲得しているこのように知能の発展は複雑かつ相互作用的な要因と背景がこの発達をもたらしたと考えられているがその一つの視点として考古学者ビアゴードンチャイルドは文明の起源において人類は自らを作ってきたと論じた すなわち、人間の労働それ自体が非常に大きな知的能力の向上に貢献し、その知的能力の向上がまた人間の労働の複雑性を高めて言語や技術の発展を生み出したという考えである。しかし、人間がいかに知能を獲得したのかという問題について明快な回答を得ることは非常に困難である。アジア起源前3000年頃から古代、 エジプトやメソポタミアで文明が起こる。メソポタミアのシュメール人は、紀元前3100年には文字を発明し、神殿を中心とした国家を形成した。そして労働力、財力を集積して管理するため、またピラミッドやジッグラトといった巨大建築物を建設するために、正確な測量技術及び数学の発展が起こる。神事、農業を行うために、 暦の作成が始まり、天文学が発達する。さらに、医療の発達もこの頃から見られ、メソポタミアでは、紀元前3000年、エジプトでは、紀元前2000年に、内科、外科、皮膚科などに分類されて症例に関する記録が、文献に残されるようになった。ただしこの頃の医療は、神事や呪術と深くつながったものであり、先生術や、 儀式の要素が大きかった。同じ頃、インダス文明、工画文明、朝耕文明などが発達する。中国では、紀元前後の三世紀、戦乱の中、諸子百科と呼ばれる思想家たちが現れる。例えば、牧師の思想には、数学の要素が含まれている。針、球、安魔や漢方薬などの伝統中国医学はこの頃には、確立されている。 紀元前三世紀、旗の始皇帝により、土寮校、漢字が統一される。一世紀頃シルクロードを通した西洋との交流が盛んになる。二世紀以降は、古代中国の四大発明と言われる、羅針版、火薬、紙、印刷が発明され、他にも地震計などが発明された。また、長校、祖中史、何条展らが、数学、 天文学を発展させた。長考は、航風地道儀という名の世界初の地震計を発明し、月食の原理を解き明かしている。五漢時代に成立したとみられる、著者不明の、旧小三術という三術書には、様々な数学の問題が載っており、後に、中国や日本の数学教育のテキストに採用されている。ギリシア紀元前7から6世紀。 古代ギリシアではポリスが起こり、アテナイを中心に発展する。海運交易で富を得た商工階級のうちから、世界の成り立ちについて考察をする人々が現れる。ピタゴラスは数学研究を行い、宇宙論では、大地は休憩とする説や、中心下の周りを地球、惑星、太陽、月などが回転するという一種の地動説を唱えた。 デモクリトスは原子論を唱えた。当時、健康や病気に関する知識や実践といえば、神殿での祈祷師などによる祈祷による治療や人々の迷信的治療くらいしかなかったのだが、ヒポクラテスは迷信を廃止、具体的な観察に基づいた実践的な医学治療を行うことを目指したので、医学の父と呼ばれている。紀元前5世紀から紀元前4世紀、アテネは、 サラミス海戦でペルシアとの戦いに勝利するなどし、アテネの民主制が、より徹底して行われ、経済的に繁栄し、文化も発展した。プラトンは、アカデメアという学園を作り、幾何学の重要性を解き、アカデメアの門には、幾何学を知らざる者は入るべからずとの言葉を掲げ、学生たちを指導した。プラトンは、宇宙のことも幾何学的に説明しようと試み、 円運動で天体の動きを説明する宇宙論を唱えた。アカデメアのプラトン文化星クニドス出身のエウドクソスは、同心天球説で、地球を中心にした27個の天球の回転運動の結合によって、惑星、ガツ、太陽の不規則運動を説明しようとした。また同じく、プラトン文化星のアリストテレスは、生物学においては卓越した。 観察眼を発揮し、特に動物に関しては膨大な研究を行い、経験的、機能的方法を発揮して、約540種もの動物をその形態によって、分類し、また、動物史、動物部分論、動物発生論を表した。アリストテレスは、実証的観察を創始した、前時代を通じて、最も観察力の鋭い博物学者の一人と、 高い評価をされている。また、広く生物全般、生命全般に関しては、生命論、ペリプシュケースを表し、無生物、植物、動物、人間と切れ目なく、連続的に、完全度を増していくという、自然の階段説を唱えた。アリストテレスは、世界体系をたった一人で一手に引き受けて扱った、人物としては、最後の人ともいえ、 幅広い経験的探求に関与した。アリストテレスが関与した分野は非常に多岐に及び、その研究量も膨大で、多くの科学、学術分野がその源流を辿るとしばしばアリストテレスによる研究に辿り着くので、万学の外も形容される。アリストテレスは、ルケイオンという学園も作り、科学を進化させるのに貢献し、後進らの育成も行った。 なお植物を対象とした研究分野についてはアリストテレスは、弟子の中でも特に優秀だったテオプラストスに譲り、テオプラストスがそれを進化させ、植物心を表した。これは植物学に関する歴史上初の研究書であり、当時最高水準の500余種の観察記録を記載しており、農学や薬学等の知識まで盛り込まれており、時代を超えた価値がある。 テオプラストスはまた、アリストテレスの後任として、リュケイオンを引き入運営し、また226本とも言われる、膨大な論文を表したと伝えられ、内容は、論理学、倫理学、博物学、数学、気象学、天文学、教育、政治学、音楽、宗教にまで及んだ、という。ギリシア諸都市が、戦争などによって衰退してゆくにつれ、 これらの古代ギリシアの輝かしい科学的伝統は、その地ではうまく継承されなくなったが、後の時代に主にイスラム科学に継承され、それを経由して、イスラム科学から成果を取り込んだ、ヨーロッパの近代的科学へとつながっていくことになる。アレクサンドリア・アレクサンドロス大王による、オリエント地方統一の後、各地に置かれた。 アレクサンドリアの内エジプトのアレクサンドリアに無声音という研究施設ができる。各地から収集された書物を収めるアレクサンドリア図書館を持ち、エウクレーデスやアルキメデスらが研究を行う。クラウディオスプトレマイオスがアルマゲストをまとめ、ガレノスが医学の研究を、クテシビオスやアレクサンドリアのヘロンは機体の研究を行う。古代ローマ紀元前3から2世紀。 古代ギリシアが古代ローマに征服されて、ローマ帝国として発展するが、ギリシアの科学の研究が本格的に始まったのは、マルクス・テレンティウス・ウアロの頃からであると考えられている。しかしローマでは実践的、実用的な研究に重きが置かれ、ギリシアの文化や思想はあまり浸透しなかった。ウアロはギリシアの科学から知識を吸収し、 学問を9つに分類して体系化した。すなわち文法学、論理学、修辞学、幾何学、数論、天文学、音楽の自由七科と医学と建築学である。この後に網羅的な研究が進められ、道路やローマ水道が整備され、建築や彫刻を設計する、技術力を獲得する。学問ではプリニウスが、博物学、ウィトルウィウスが、建築書。 セネカが自然の研究などを記しているが、ギリシアの科学を無批判に受容し、また自然物のすべては人間のために作られたという思想のために、ギリシア的な学問は捨てれてしまった。アラビアアラビアでは強力なイスラム、帝国集権国家のもとにアラビア科学が発達する。ウマイヤ朝、第二代のカリフであったハーリドの頃からギリシア科学の文献が、 積極的にアラビア語に翻訳されて研究された。学問の都市と成長しつつあったアッバース町のバグダードではギリシア科学の文献を収集した図書館が設立され多くの学者がここで研究を行った。主任翻訳官となったフナイン・イブン・イスハークを中心にネストリウス学派の学者と協力して組織的な翻訳作業を行い、 100以上の文献がアラビア語に訳された。数学ではシッたアンタが翻訳され、大数学を始めたアルフワーリズミーが紹介して広まっていった。アビケンナラによって医学が発達する。ジャービルイブンハイアーンは薬剤師としてバグダードで研究と医療活動を続け、錬金術の基礎を築いた。しかし12世紀以降、ファーティマ朝やアッバース朝の滅亡、 スペイン人のコルドバ侵攻などと共に学問は衰えてゆく。その後、イスラム圏では個人や国家に実益がありそうにないことに対しては無関心の傾向が強まり、科学の中心はキリスト教圏に移る。西洋ローマ帝国が分裂した後、ヨーロッパはキリスト教と封建性に基づく時代が続く。技術革新が皆無だったわけではないが、 アウグスティヌスが、真実は、手探りで模索する人間が推測することよりも、むしろ神が、明らかにすることであると言ったように、あらゆるものは発見されているから、アリストテレスやガレノスなどの先人の研究だけをすれば、良い、といったような後ろ向きの状態が続いた。さらに6世紀から10世紀の間にギリシャ語やラテン語の、文献も失われていった。 この西洋中世カトリック支配の時代は暗黒時代と呼ばれることも多いが反論もある。8世紀のカロリングルネサンスで数学などが復活するがあくまでも進学の付属という位置づけだった。農業は家畜の利用が始まり、水車や風車といった動力を得て生産力を上げてゆく。11世紀に十字軍運動が起こり、 中東地域への遠征が行われるようになる。このことによって、ヨーロッパがアラビア科学に出会い、コーランのラテン語への翻訳に始まり、多数のアラビア語の文献が翻訳されるようになっていく。12世紀までは、ヨーロッパの科学は、キリスト教神学であったが、アラビア科学に触発されて、積極的に、哲学、天文学、数学、自然科学、 論理学、倫理学など、アラビア科学だけでなくギリシア科学からも研究されるようになり、パリ大学といった大学が開校されるようにもなる。古代科学もアラビアから翻訳され、進学と科学の融合も試みられる。13世紀には、急激に大学の数が増え、ケンブリッジ大学、パドバ大学など、ヨーロッパ各地で開校が進んだ。 当時の大学はいくつかの学部が設けられ、世俗教師と修道会教師が教育に当たった。羅針盤が伝わり、造船技術の進歩とともに航海術の発展を可能にした。14世紀には、パリ大学などで自然科学、特に力学や運動論についての研究が行われ、加速度運動や加速の原因論などが考えられた。オレームやビュリダンが、 力学的考察を行い、ベーコンが実験の重要性を指摘するなど、近代科学の土台が築かれる。15世紀のルネサンスには、ダヴィンチ、ベサリウス、コペルニクスなどが活躍し、グーテンベルクによって、活版印刷が発明された。1492年に、レコンキスタが終了する頃になると、教会よりも、むしろ諸公の権力が強くなってくる。また、 十字軍遠征によって東方の文化と接触したことから東洋に行きたいという商業的なモチベーションも高まり大航海時代の幕開けにつながった大航海時代はやがて世界の市場をつなぐことになった三角貿易などが発展した綿花はイギリスの織物工場へ輸出され産業革命の基盤になったとされている一方貿易によって 富を得た一部の商人たちは、ブルジョワ海層を形成し、やがて市民革命の主体となった。市民革命の結果、農地囲い込み運動などにより、農業の生産性が大幅に改善すると、ヨーロッパの人口が増加する。この人口増加は都市化や産業革命に影響することになった。16世紀イギリスでは、工場製酒工業が始まり、 工場に労働者が集まり分業して働くことにより生産性が高まる。工業、精錬、夜勤技術が確立され、時計などの精密な機械の製作が可能となる。同時期に、ルターにより宗教改革が起こり、カトリック支配体制が揺らぎ始める。17世紀は科学革命の時代と呼ばれ、アリストテレス以来の価値観からの転換が始まる。は、 望遠鏡を使って天体を観察し、コペルニクスの地動説に賛同して、教会の反感を回遊編されるが、その後も天文台話に自分の考えを残した。その後、ケプラーやニュートンを経て、地動説は確立する。ニュートンは光の研究も行い、世界を数学的に捉える力学の原理を打ち立てた。望遠鏡での発見とは逆に、霊ウェンフックは、 顕微鏡で微生物を発見する。ギルバートはイギリス女王の前で磁石の実験を行い、ウィリアム・ハーベイは動物の解剖と観察から血液の循環を発見する。デカルトは機械論的自然観に立って宇宙のエーテルや人間の脳と動物性器を論じた。ボイルは機体の研究を行った。産業革命17世紀後半、パパンが 大気圧機関の原理を考案し、18世紀初頭に蒸気機関が製作されるようになる。その後、ワットラが改良を加え、18世紀後半には動力として各方面で使われる。エドモンド・カートライトが設計した力食器は蒸気機関を動力とし、同時期に発展した防石器と共に、イギリスの繊維業を大いに発展させる。18世紀は、 製鉄技術が発達し、旋盤などの工作機械も整う。これは、重火器の進歩につながり、南北戦争など、以後の戦争に影響を与えていく。織物を漂白するために、硫酸と塩素を使用する化学ざらしが発見され広まると、化学薬品の研究が盛んに行われるようになる。また、ドイツで、ベーラーが、無機化合物から、 有機化合物の尿素を合成し、有機化学が起こる。化学の知識は、アルコールの蒸留や、砂糖の生成にも役立てられた。18世紀の化学力学はラグランジュによって、形式的にまとめられ、自然の法則として認められる。イギリスでは、ブラックやキャベンディッシュらが、機体の研究を行い、酸素や水素が発見される。フランスでは、ラボアジドルトン、 アボガドロラを経て、19世紀に、原子の考え方に行き着く。フランスで、理工科学校という学校ができ、フーリエ、ラプラス、ラグランジュ、アンペール、ゲイイコール・リュサック、カルノーラ様々な分野で活躍する人物を、排出する。ドイツでもベルリン実業学校から技術者や、起業家が世に出るようになる。ボルテールは、ニュートンの思想をフランスに紹介し、リドロは、 多数の執筆者を集めて百科全書を完成させる。これらの動きはフランス革命へとつながってゆく。18世紀後半から19世紀にかけて学問の文化が進む。ボルタやエルステッド、ファラデーラにより電気学がカルノーやクラウジウス、ケルビン教により熱力学がリンネやウォルフラにより生物学の研究が本格的に始まる。 ベーラーやリービッヒにより有機化学が始まり、染料や薬品の合成、栄養学が始まる。生物学では、ラマルクやダーウィンが進化説を、シュライデンらが細胞説を提案する。日本では、縄文、弥生時代を経て4世紀頃に、ヤマト王権という政治的統一体が形成される。5世紀にはドライ人によって大陸の技術が伝えられ、 6世紀には、儒教、仏教も伝来する。大陸との公的な文化交流は、遣隋使、遣唐使によって9世紀まで続けられた。10世紀になると、東風の文化が、貴族の手によって、日本の風土に合うように消化、吸収されたことで、国風文化が花開くが、技術が一般に応用されることは少なく庶民は困窮した。十世紀半ばから、 武芸に引い出た軍事貴族が治安の維持や紛争の解決のために地方に赴任し、また任期の終了後も到着して有料農民を取り込んだ結果、武士へと発展していった。12世紀になると兵士、源氏を中心とした武士が天皇系や石関家の紛争において大きな存在感を示し、政治的な発言権を高めるようになった。 開墾が進み技術は発展するが、細々と続いていた、数学、天文の伝統は停滞する。医学の分野では6世紀に、維新型、丹波康より、本蔵和明新婚助人、14世紀に、富井翔、梶原翔前などが成立する。15世紀には、田代三紀が、理主医学を伝え、真瀬道蔵へ続く。16世紀、 ポルトガル戦が日本に来航し、40年代に、鉄砲、キリスト教が伝来する。その後も南蛮人の手によりアリストテレス流の、自然学やプトレマイオス流の技術が伝わる。アルメーダは、文語に病院を作り、医療活動を行った。右略説、小林検定、健魂弁説、クリストバン・フェレーラなどの天文書が書かれる。ウィリアム・アダムスが、 造船公開術を伝え、池田幸運が、原那公開書を書く。山戸本草三述書では、割山書、毛利重義、書簡文物桃川治平、1627年の、人工期、吉田光義には、軽視律、ネズミ山などの記述がある。やがて巻末に、遺体がつくようになり、解いた人が新たな問題を加える、遺体継承により内容は進化した。 他に、縦色区、今村地章、初尾三宝、関高数などがある。暦、天文では、渋川春海が、状況歴を作り、天文系統を書く。本像学では、中国の、本像項目、三歳図を受けて、多式編、林羅山、大和本像、貝原駅圏、和漢三歳図寺島良安、新興性本像項目、稲尾若水などがまとめられた。 また、農業全書、宮崎や須佐田など多くの農書が書かれ、18世紀の100年間に、高知はほぼ2倍になった。解体新書、国立科学博物館の展示。17世紀には、16世紀から、交易、不況を行っていた、ポルトガルスペインに加えて、イングランド・オランダも、日本との貿易に参入した。また、中国人との出会い貿易を行うために、 東南アジアへ渡航する日本人に対して江戸幕府は主因状を発行して保護した。しかし幕府はカトリックの近況と国際紛争の回避を目的として貿易の管理と統制を強化し1610年代にはヨーロッパ人の寄港地を長崎、平戸に指定し1620年代にはスペインとイングランドとの関係を断絶した。 1630年代には、長崎奉行への職務規定によって、主因宣貿易を廃止し、島原の乱の後、ポルトガルとの関係を断ち、オランダ人を長崎の出島に隔離した。和辻哲郎は、鎖国に加え林羅山に代表される儒教的な文教政策のために、次第に日本人の創造活動が萎縮していったと見ている。 このような状況のもとで海外との文化交流は制限されたが、徳川吉宗は、新歴作成のため寛訳要所の機能を緩める。青木魂洋らにオランダ語学習を命じ、新井白石から青木、前の両宅へと続く乱学が始まる。医学では、抽象的な議論に走る理主医学に対し、後藤氏虎山、香川治安らが経験、実証的な恋法を始める。 蘭学では、前の、杉田玄白らの、解体新書のほか、理学では、天地に級養法で、太陽中心説を紹介する、元木吉長、歴史上新書で、力学、数学を論じた、鈴木忠夫などがおり、指揮者の間に、太陽中心説が広まる。本蔵学では、松岡博志庵、本蔵項目啓蒙の小ノランなどがいる。平賀源内は、 エレキテルで有名な電気学のほか様々な分野で活躍した。橋本総吉が本格的な電気の研究を行う。暦では、浅田豪流とその弟子、高橋義時、相田茂富が完成歴を完成させる。その後幕府の天文方で義時の子、影安、圭介が天保歴を作成する。1823年に、シーボルトが来日し、 高野長英ら多くの弟子に医学や生物学を伝える。その他、医学分野で、小形公安、花岡聖衆がいる。理学では、宇田川洋安の、悟り谷家教、聖美海藻青地林草の、機械、観覧、広瀬元康の、理学定用、ホアシ万里の、旧律などがある。伊藤圭介は、大西本造名所で、輪廻の分類法を伝えた。 江戸時代後期は西洋の文化の積極的な導入が進む。解明的な藩主の主導で西洋流の造船術、砲術が取り入れられる。1855年には初の蒸気機関が完成する。長崎養生所ではポンペにより近代的な解剖学、薬学、臨床教育が行われる。幕府は長崎海軍練習所を作り、 外国人教師を雇って、系統的な教育を行う。幕府の基幹版書調べ書では、給理学、数学や物産、精錬学、写真術や語学の研究が行われる。また、尾形公安の敵塾や伊藤原木の小仙堂といった私塾ができ、多くの人物が巣立ってゆく。1867年より、時代は明治に変わり、 西洋を強く意識した政府が作られる。1872年には学生が発布され、公教育の整備が始まる。西洋の文物を紹介した福沢諭吉の西洋事情は広く読まれ、科学解説書、群毛給理図解とともに小学校の教科書に指定される。中山茂は20世紀の科学史を物理学及び機械論的パラダイム。 エコロジーパラダイム、デジタルパラダイムという3つのメタパラダイムで説明した。ありがとうございます。